西口西口駅前より続く夕張通り、立山駅は千葉県立山市北条にある東日本旅客鉄道内房線の駅である。関東の駅100線に選定されている。立山城から望む市街地あたり駅は旧北条町の中心部に位置している。北条と立山は別の町であったことから、開業当初安房北条駅を名乗っていた。 1933年に北条町と立山町が合併し、立山北条町となり、1939年に立山北条町と名古町及び船形町が合併して、立山市が誕生した後、1946年3月に立山駅に改称された、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有する。 三番線の海側に数本の留置線や、保線用施設があるほか、下り方に一本、上り方に六本の留置線がある。出口は海に近い西口と、市街地として栄えていて、バスターミナルのある東口とがある。直営駅であり、管理駅として、安田駅は田浦駅間の各駅を管理している。緑の窓口があり、2009年3月14日に、自動改札機及び、 指定席券売機が導入された。発車メロディとして、2019年11月9日から、x ジャパンの、Forever Love が使用されている。以前は英楽電気製、浜千鳥の当駅のみのバージョンを使用していた。参考資料、JR 東日本前線、決定版、鉄道地図帳、第4巻、水戸、千葉支社館内編、学研2010年3月名物駅弁の、 クジラ弁当東口の出入り口前にあるマリンが事実上の駅弁を調整していて予約にも対応している。欧州名物クジラ弁当は貴重なクジラ肉を使用しており、当駅のご当地駅弁としてメディアでも多々取り上げられている。以下、主な駅弁一覧。2018年度の1日平均乗車人員は1656人である。近年の1日平均乗車人員の推移は 下記の通り、立山市役所立山港千葉県南総文化ホール、立山市の中心市街地に位置する。駅周辺は、行政機関、公共施設、中小商店などが点在し、近隣には、国道127号、128号、410号の起点があり、国道沿いには、大型ショッピングセンターや商業施設、飲食店などが隣立する。立山湾沿いは、ホテル、旅館、 民宿など、宿泊施設が多い。主な商業施設4タウン盾山、JR バス乗り場東口タクシー乗り場東日本、旅客鉄道内房線なこ船形駅盾山駅、九十駅駐車区、編集出典編集 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員千葉県統計年間、ありがとうございます。